ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。お邪魔します。いいですね、どうぞ。去年の夏、ある女性の元を訪ねました。テレビ見ているうちに。北谷町に住む波里千恵子さん。波里さんは数年前から深刻な症状に悩まされています。トラウマは時々出ます。もうあれはどうしようもないですね。ポンと出たりしますからね。何かのきっかけでやる時もあるし、何でもないぼさっとしている時にポッと浮かんでね、うん、やっぱりあの時のこと、あの手榴弾でみんな死んだ人の あれが浮かんでくるんですよ。そうする時はもう苦しいですけど。沖縄戦を体験した人が戦後何十年も経ってから突然戦場を逃げ回った恐怖を思い出し、不安や不眠、鬱などに陥るという沖縄戦 PTSD。 波里さんの症状もそうではないかと見られています。目当てにですね。そうして波里さんの場合、こうして食事をしていた時、普段は当たり前に使っていた箸があるものに見えてきました。これはギザが入ってませんでしょ、うん、はいはい、滑り止め入ってませんよね。ここに、うん、ここに、このぐらいだと滑り止め入ってますでしょ。入ってるのがあるんですよね。箸と重なって見えたのはウジ虫の群れ。それは戦争中、避難していた防空壕の中で見たおぞましい光景でした。あれだけの人間が死んで、あの宇治が湧くというのは大変なものですよ。真ん中来たら団子になっちゃってね、ちょうど私たちの上にバサッと落ちてくるんですよ。強烈に残ってるのはこれですね。最近の調査で沖縄戦を体験したおよそ4割の人たちがこうした症状、沖縄戦 PTSD に苦しめられている可能性があることが分かりました。もう話したくない気分ですね。気分、はい、いやというよりももう話したくない、絶対に話したくない。まあずっと閉じ込めて、うん、鍵かけていたようなものなので、いつまでこんな感じで生きているのか、もうあんまり長いこといても子供たちに変えて厄介になるんじゃないか。僕の病気は何ですか。いいですか、小松さん。そんな戦争体験を笑いという全く正反対のもので表現できないかと格闘している男性がいます。です、全然聞こえない。お笑い演芸集団 FEC の小松正光さん。これまで基地問題をネタにしたコント劇を手掛け、沖縄社会を鋭く風刺してきました。ほらほらほら、ほらほら、近い、ゲージ近い、基地、おかしいだろよ。あれはね、おじさんが書いていたよ。書くな、天然記念物だ。あれまた来てるよ。もしもし、こんにちは。もしもし、お名前を教えてください。オスプレイです。オスプレイさん、今日はどういったご相談でしょうか。僕って嫌われてます。どんなんですか、先生。嫌われてるよ、はい、
やっぱりそうなんだ。そりゃそうさ。ああ、やっぱり。で、今回小発さんがテーマに選んだのが沖縄戦 PTSD。 戦争体験者が心の奥底に溜め込み、決して語ろうとしない辛い記憶を笑いにしてしまうことで外に吐き出してもらえないか、そうすることで過去を乗り越えられないかと考えているのです。お笑いはもう生きるための手段であり、絶対的に必要なもの、不可欠なものだから、笑いでこういういろんなものが、戦争も含めてですけど、対抗できると思ってますね。私はどんな時でも笑って過ごそうと決めて生きてきたさ。毎日笑っていたら嫌な記憶もなくなると信じて生きてきたさ。いや、茂雄先生、あの戦争はいつまでたっても私を苦しめるさ。戦後も笑顔で生きてきたイメージとは正反対に、深い闇を抱えていた沖縄のおばあちゃんたち。心が癒される日が来るのでしょうか。慰霊の日を前にした5月、並里さんは高校生たちが主催した講演会に招かれました。今から並里千恵子さんです。よろしくお願いいたします。あの、突然でまたこんなに大きい周囲にいっぱいおられてすごく緊張してますけど、70歳になるまで本当に誰にも話さないで来ました。心の中の奥底に押し込んでですね、ジッパーかけてました、鍵かけてました。でも思い出すんですね、夜なんかとっぴにこう思い出してきて、それがもうすごく苦しくて話せるようなものじゃなかったという。今日はもう話す勇気も出てきましたので、お話しいたします。私の家族は高校生たちのまっすぐな気持ちに触れ、この場で話すことを覚悟してきたという並里さん。彼女が語った体験は壮絶なものでした。の家族は何名かな、当時9歳だった並里さんは、祖母と母、2人の姉、そして生後6ヶ月の弟、清隆ちゃんと一緒に逃げていました。ある日、防空壕の中で日本兵が泣き止まなかった清隆ちゃんを殺すよう命じたのです。命令されたのは、島の出身の15歳くらいの少年兵でした。貴様、撃てと言ったんですね。そしたら、むごいですよね。そしたらこの人は顔見知りでもあるのでね、撃てないんです。もうブルブル震えて、鉄砲を向けても体全体もブルブル震えてできないんですよね。そしたら日本兵が、少年兵に幼い子供を殺すことなどできませんでした。鉄砲の塚で暴力振るところが、このあと本当の悲劇が起きたのです。清隆ちゃんが泣き止まないとアメリカ軍に見つかり、他の人たちに迷惑をかけてしまう。追い詰められた並里さんの母は、その顔を出ないお父に強く押し付けました。清隆ちゃんは間もなく動かなくなりました。
そばにいた波里さんは抵抗した弟が足をばたつかせ、力いっぱい自分の太ももを蹴った感触が忘れられません。私たちは結局はこの収穫というのがね、でお母さんはもう抱いたまま、もう動かない、もうずっと抱いたまま動かないんですよね。そしてもう私たちもお母さんに声かけることもできなくって、自分が大きくなり次第ね、そのことがもう蘇ってくるんですよ。消毒波里さんがずっと心に鍵をかけてしまっていた家族の悲しい秘密、それがどれだけ彼女の心に深い傷になっていたのか、戦後70年近く経って少しずつ分かってきました。どうしたのって聞いたんですよ私は。そしたらこの安子姉さんが、大丈夫ですかね、はい、この日、波里さんを沖縄戦のトラウマについて調べている遠山富士子さんが訪ねました。で沖縄戦体験、心の健康について、はいはい、把握したいということで、はい、まだよく分かってないんですよね、うん、思ったよりも結構皆さんいっぱいトラウマ、はい、ストレスになって心の傷、はい、まあ、傷みたいなもんですね、なってありますけど、はい、それが分かったんですけどね、うん、で一つはですね、はい、最近2週間私は明るく楽しい気分で過ごした、いつもですか、ほとんどいつも楽しい、まあ生活楽しいんですけどね、うん、何かの弾みにパッと戦争の頃の記憶がパッと来るんですね、うん、お箸滑り止めでこう、うん、はい、ありますよねあれ連想するのはウジ虫なんです。ウジ虫を連想するんです。私はどうしてウジ虫の中で暮らして救われました。傷はついていませんよ。波里さんは戦争中避難していた壕の中で見た死体を這うウジ虫の様子が日常生活の中で突然フラッシュバックするのだと話しました。いやいや、住民は、そして幼くして亡くなった弟清高ちゃんのことを語り始めたのです。それで壕の、壕の壁の方に物置き場、清高が死んだことがわからないですよ。先生はまだ話してないから、うん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 、先生にこれなんです、これが私の一番大きな根っこなんですよ、うんうん、とっても複雑ですよ、大変ですよ、うん、言葉では言えませんよ。うん、胸に塊が、大きな塊がね、あるみたいでですね、うん、これ取れないんですよね、はい、この塊がで、うん、閉じ込めて、うん、鍵かけていたようなものなので、これがずっとずっとずっと苦しいとかじゃなくて、何かのきっかけでもうズンと来る時があるんですね。その時は一時当時のことを話すと表情がこわばり、口調が強くなってしまいます。声質の話し方には非常にやりにくいね、はい、答えにくい、はい、もう話したくない気分ですね、気分、はい、いやというよりももう話したくない、絶対に話したくない、残ると思いますのでね。しかしそれは波里さんに限った症状ではありませんでした。遠山さんの調査では衝撃的なことが分かっています。沖縄戦を体験したお年寄りの4割が不眠やうつなどの症状に悩まされる
沖縄戦 PTSD を抱えている可能性があるというのです。この日、並里さんは遠山さんとふるさとの伊江島を訪ねました。伊江島は周囲わずか22キロの小さな島。1945年4月16日、アメリカ軍が島に上陸すると、一般住民を巻き込んだ激しい戦闘が展開され、たった6日間で住民の半分にあたるおよそ1500人が犠牲になりました。その苦難は戦後も続きます。沖縄本島の各地で始まった土地の強制接収。島でもアメリカ軍によって銃剣とブルドーザーで土地が奪い取られたのです。今もなお残る広大なアメリカ軍基地。おととしオスプレイが配備されると毎日のように激しい訓練が行われ、島の人たちの生活を脅かしています。多分ウルゲンさんの裏か、ここだと思うんです。こちら辺に。並里さんはかつて家族が隠れていた地下壕があった場所を訪ねました。入り口、私たちはここから入ったんですよ。不思議だな、なんか不思議なものを感じますね。ここだよって私に知らせてるような気がしますよ。今は畑になっているこの場所、ちょうどひまわりの花のあたりに地下壕はありました。追い詰められた住民たちはここで日本軍から渡された手榴弾を爆発させ命を絶ちました。犠牲者は70人以上。しかし多くの命が失われたこの事件はほとんど知られていません。唯一生き残ったのが並里さんの家族でしたが、あまりにも壮絶な体験だったためずっと口を閉ざしてきたのです。並里さんは40年ぶりに幼なじみのもとを訪ねました。辺山ひろこさん。今回は顔を出さないという約束で取材に応じてくれました。辺山さんも戦争のトラウマに苦しめられています。辺山さんにも辛い体験がありました。4歳の妹をおぶり戦場を逃げ回っていた時、しっかりと背中にしがみついていたはずの妹の手が突然離れたのです。機銃がチパチパチパチしたから、もう後ろにそっくり返ったから、どうしたのと思った。なんで手外すのかなと思ったら、もう動きもしない。手を触って引っ張られて、一緒に連れて行くつもりなんですよ、私は。おぶっていた妹は辺山さんの背中で砲弾を受けて息絶えていました。結局ね、あの時にはね、死ぬというのがあんまりわからない頃なんだ。死んだということがわからない、わからない時
きなんです。起きて早く起きてよ、うん、逃げるんだよ逃げるんだよ、手引っ張ったり、うん、足引っ張ったりしてももう身動き一つしないもんですから、もうそしてあもう置いていった、うん、でそれがもうその、もう自分のね、はいはいはい、今になってもう病になってね、うんうんうん、変山さんはやむを得ず妹をその場に置いて逃げました。そしてその罪の意識が彼女をいつまでも苦しめることになりました。変山さんは最近になって戦場に置いていった幼い妹の夢にうなされるようになりました。どこに落ちてって分かりはするんですけど、今でもね、あの夢に入れてくるのがあのダブって自分の娘とあの亡くなった妹とダブってね、夢見るときあるの、うん、娘になってみたり、はんはんはん、妹になってみたり、うん、いつまでこんな感じで生きているのか、もうあんまり長いこと言っても子供たちに変えてゆっくりになるんじゃないか。私とからね、いろいろ考えるようになってね、長生きしようよしようね、うん、なぜ波里さんや変山さんのように戦後何十年も経ってからこのような症状が出るのでしょうか。分からない、分かんないね、精神科医の有塚医師は戦後も変わらない沖縄の現状が彼女たちの傷を刺激しているのだと考えています。糸満のちょうど東田での男です。糸満市なとこだったけど、死体がゴロゴロ転がってる中を逃げたんだね。そうです、人間じゃなくなりますよ、うん、あれ見たら、うん、例えばつい最近あのアメリカのヘリコプターを落ちたでしょ、はい、ああいうことあってあのショックでまたこうあの聞こえてくるとか匂いとかそういうことない？なんかこんなの見ないようにしています。あ、テレビ見ないようにしてる、はい、うん、そっかそっかそっか。戦争映画も絶対見ません。そうするとあの東北の沖縄戦を追った人たちが何て言うかな、やっぱ基地の存在でしょうね。米軍基地の存在、オスプレイがあるとか空を毎日戦闘機が飛ぶとかね、でそのことがあの自分の記憶をこの蘇らせるっていうことに敏感になる。転移化するわけだね、トラウマがね、尖ってくるわけだね。そうすると空飛ぶ実的の音に反応する度合いっていうのは若い時よりも高くなりますね。6月23日慰霊の日、お笑い演芸集団 FEC の小初さんは家族で平和の礎を訪ねました。何するんじゃないよ、こっち来たら何するんだった？終わったよ、終わった、宿と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 神様神様神様神を見守ってくれた神様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 。小初さんは今回の舞台で戦争体験者のトラウマ、沖縄戦 PTSD について取り上げようと考えているのです。戦争体験された方がどんどん高齢になられてこう亡くなられていくから、僕らは直接お話を聞いたり、こういう場に来てそういう方たちが一生懸命こうやって祈ってる姿は見れるんだけど、じゃあ僕らの下の世代、僕らの子供たちの世代は、あと10年20年30年経つとそういう方たちがもうほとんどいなくなるとなった時に、じゃあどうやってそういう戦争があったっていう
ことを感じれるか、これだけ多くの命が失われたと感じれるかっていうのは難しいと思うんですね。脚本を作るにあたって小初さんは取材に出ました。オスプレイが配備されている普天間基地の周辺、そこに住んでいるお年寄りにも積極的に話しかけます。うるさくないですか？うるさいですよ。うるさいですよね。うるさい時はもう窓を閉めるんですか？全部窓閉めても同じですよ。うるさい、うん。こんにちは。お母さんこの辺ですか？は？住んでるのこの辺ですか？あ、このお家。あ、こっちですか？すぐ。なんで？うるさいでしょ。は？うるさい。毎日。すぐ耳をこんな押せる。耳を押さえる。戦争の時島尻だから余計に怖かった。南部の方？あ、南部。南部だったからもう激しかったですよ。どうやって逃げたの？あ、もう防空壕に入ってもそのまま。家族と一緒にのいたけど。お父さんなんかも戦争で亡くなった。ご兄弟もいらっしゃったんですか？みんなお亡くなりですか？はい、お母さん ごめんなさい。いやいっち笑ってばっかりしてごめんなさいね。いい明るいですね。 お母さん足が悪くてもう大変ですよ、うん、ありがとうございます。どうもこちらこそ。 ありがとうございます。全く今日がキリキリやろうとしてるおばあちゃんぴったりです。今日もでした。おじおばってね、戦争とか体験してで家族とか親戚とか亡くなってるのに明るく過ごしてるじゃないですか。だからその強さがすごいなと思って、だからそこで芸人として勝てないなっていうのを僕出発点で、でそういう悲しいことを引きずりながらも笑って生きてるっていうことが素晴らしいなと思う。お笑い芸人にも通じるところあるなと思って。これまで基地問題では数々の舞台を作ってきましたが、戦争を笑いにするというのは難しい挑戦です。おはようございます。お願いします。大変重くないですか？小初さんは戦争のトラウマを抱える人たちの気持ちをもっと知りたいと思い伊江島に向かいました。自分たちのおじおばあとかにもあんまりそういう話聞いちゃいけないんじゃないかなとか、で本人たちもねやっぱり話したがらないところもあるし、話すことで癒されるんだとか話すことで整理がつくんだっていうことを聞くと、僕らからでやっぱり積極的にそういうことを話していただいた方がやっぱいいのかなと思ってたり。島では波里さんの幼馴染変山さんに会うことになっています。実は小初さんが沖縄戦 PTSD をテーマにしたのはテレビで変山さんのインタビューを見たのがきっかけでした。私たちが前に訪ねたときは顔を撮影されることを拒絶していた変山さん、ところがこの日は小初さんの大ファンということで見違えるほど元気な笑顔で迎えてくれました。ファンだと言って。あ、本当ですか？ありがとうございます。すみません。家島には遠いところ。僕も久しぶりなんですけど、今ね、5年ぶりぐらい。で、僕今まで時間9時の便と行った覚えだけどね。11時なのかな。あ、すみません。本当だったんだ。いや、すみません。大丈夫です今。もう。体調の方は。いつも変わらないけどね。
小初さんは自分が沖縄戦 PTSD をテーマにした舞台を作っていることを伝えました。今回特に今年の僕らは戦争も経験してないし、お話を聞くばっかりなんだけど、でも何かしらやっぱり絶対伝えていかなきゃいけないし、お話はこう聞かせてもらわなきゃいけないし、じゃないと、次の世代にも伝えることはできないから、オスプレイとかいろいろしても、戦争は本当言うともう終わっていないような、私たち経験したものにとっては終わっていないような感じするんだよね。それが何かこの舞台で、こう戦争と平和をこう、なんていうの、裏から見て、みんなに見てもらっているのは、本当にこれ関心というか、私たち時代のおじいちゃん、おばあちゃんなんかは、かえって、笑うことによって、これをちょっとこの心の中を薄めて、苦しみを薄めていくんじゃないかなと私の考えなんですけどね。このお笑い米軍というこの言葉にとっても、変山さんは小初さんの熱意を受け入れてくれたようです。舞台でやって、だけどさらに小初さんは続けます。でもそこでやっぱりこのことを知って、戦争っていうのは終わったから終わりじゃなくて、実は何十年、この60年以上経った、70年近く経ったところでも続いてる、結局体験した方にとってはもう終わりがないものだっていうことが、ちょっとでも興味を持っていただければなと、戦争のことはここで切れたわけじゃないから、今からどんなことが起きるか知らないでしょう、もういろいろ怖い飛行機なんか落ちたりもあちこち落ちたりもするし、何か起きるかも知らないし、それをまたお芝居にして、人を楽まして、楽しませてください。もうこれはもう私のもうあったご縁と。沖縄戦ではひどい地上戦に巻き込まれ、さらに今はオスプレイの訓練に恐怖と我慢の日々を強いられる伊江島の人々。小初さんは変山さんの終わらない苦しみを感じました。悲しい島っていうか、もうそうだけど、こう笑いを忘れちゃった島っていうか、僕とお話しされてる時はね、こうやって単純に話していただいたんだけど、普段笑ってないのかなってちょっと思ったり。高校生たちを対象にしたお笑い米軍基地の公演、波里さんも特別に招待されました。基地問題を題材に沖縄社会を風刺する独特のコントが会場を沸かせます。不発弾だよ。小初さんが悩み抜いて作り上げた沖縄戦 PTSD の喜劇も上演されます。AK-48 誰の AK-48
主人公は原因不明の足の痛みに悩む牛尾ばあ。これも戦争体験者の話に基づくエピソードです。牛が大変元気がないということで、今日は本当に楽しんで元気をつけて。精神的な病です。実はあの戦争から70年近く経ったこの沖縄で、その戦争 PTSD を発症するお年寄りが増えているんですね。元気で明るかったはずのうちのあのおじいおばあたちが今不眠症やうつに悩まされているんですよ。最近眠れないわけよ。なんでなんですかね。眠ろうとしたらね、目の前に死体の山が出てくるわけよ。牛尾ばあには家族にも語れなかったことがありました。戦争で二人の子供を亡くしていたのです。私にはね、三つ男が生まれる前に二人の息子がいたさ。長男の一郎と次男の雄二さ。ガマの中に手榴弾投げられてね、ほとんどが即死だったよ。先生、先生は血だらけの死体を踏みつけながら逃げ回ったことあるね。自分の子供の内臓や脳みそを踏みつけながら逃げ回ったことあるね。先生、私は親として人間としてやってはいけないことをしてしまったさ。あの時の感触がまだ残ってるわけよ。思い出すたびに足が痛むわけよ。あの戦争が終わってからね、舞台に耳を傾ける波里さん、悲痛な声を上げる牛尾ばあの姿は自分と重なります。そこら中に横たわる死体を踏みつけながら、あの戦争が終わってからね、私はどんな時でも笑って過ごそうと決めて生きてきたさ。毎日笑っていたら嫌な記憶もなくなると信じて生きてきたさ。いや違う先生、あの戦争はいつまでたっても私を苦しめるさ。笑いは戦には勝てないよ。あの子たちは死んだのに私だけ笑って生きていくのは辛いよ。笑いは戦に勝てないと、これが今回の舞台の全てなんです。僕は今まではそれで笑いで乗り越えてるんだと勝手に思ってたんです。でも全くそうではない。小初さんはどうやって笑いを作るのでしょうか。塞ぎ込むおばあをみんながあの手この手で楽しませようとします。戦争で亡くなった家族のことを無理に忘れようとするのではなく、すぐそばに感じようとおばあの息子はこんなものを用意しました。とにかくお母に楽しんでもらいたいと思います。そして愚僧にいる一郎兄に
ユージニーにも楽しんでもらいたいと思っています。ニーニーってあんたなんでね。わわ、イチローニーにもユージニーにも顔は見たことないけど、今日は二人の似顔絵を描いてきました。似顔絵？え、顔見たことないのに。こちらです。じゃーん。これ人間じゃないよ、この絵。はぁ、一生懸命頑張って描いたんだよ、これ。お母さんからも言ってやってくださいよ、この絵。三つはそっくりさなんで。ええ、グリーン。そう、片方がそっくりさ、片方がかんない。で、僕らは笑いを信じてるんで、どんな辛いことがあっても、どんな悔しいことがあっても、どうにか笑いで前に進みたい。笑いがなきゃ生きていけないという。おばあも立った。お母さん大丈夫なんですか？あ、大丈夫。お母さんが立ったよ。イエーイ。自分たちみたいな高校生の世代が一人一人考えていくのはとっても大切なことだと思うし、自分も今日改めて考えるいいきっかけになりました。子や自分たち孫がどんなしたらそのおばあちゃんやおじいちゃんを喜ばしたり楽しませたり、そういう悲しい思い出を忘れられるではないけども、なんか受け入れられるようにできるのかなって考えるようにしたいなって思いました。あ、どうもありがとうございました。すみません。本当に、ありがとうございます。どうでした？お笑いの中でね、あれだけのあのメッセージが入ってて、感動しました。すごかったです。ありがとうございます。もうこれは笑いながらあのそういう戦争を知るということは本当に何ていうか、心の中にただ聞くよりもですね、すごいあの何ていうかな、まあ良い意味でのまあ消極、あの本当にあの言葉にならないんですよ。いいですよ。ありがとうございます。そうですよね。なかなか本当にこうやってお話ね、伺っても、あのね、うん、あの言葉にもならない、うん、ありがとうございます。はい、あ、真野さんに来ていただいた、はい、伝えてください。じゃあそこで待っていいからね。はい、ありがとうございます。また、はい、ありがとうございます。おじいちゃんおばあちゃんに対して僕らはどうすればいいのか全く正解は出てないんだけど、でもおじいちゃんおばあちゃんのことを僕らが楽しますことができないから、そういう辛い思いをしても僕らがどうにか笑いを提供できないから、それで少しでもおじいちゃんおばあちゃんがこう前に進めたり、こう長生きしてくれたらそれでいいんじゃないかなと。戦争から70年近く、この島は今も戦争と隣り合わせの厳しい状況に置かれています。また爆弾が見つかったと言ったからね、怖かった、怖い。あの飛行機がいっぱい飛ぶ時はよ、戦争を思い出しますね。お金がなくても何もなくてもよ、二度と戦争は来ない方がいい、起こらない方がいいよ。これまで自分の心が壊れてしまわないように心に鍵をかけてずっとしまっていた辛い体験、並里さんは今手記にまとめています。自分一人の中でこうあの心に閉じ込めていたのが今まで70年
近く70歳余るまでね、してきたのはもっと早くできなかったかなとも思ったりするんですけどね。でもそういう機会に会えなかったし、あの記憶はもうずっと死ぬまで抜けないと思いますからね、後世に残すためにですね書いているんです。